どうも、ココアソヤです、今日はですね、全2回にちょっと分けてですね、鎌倉天幕特集という形でお送りさせていただきたいなと思います。6月の8日からですね、6月の23日日曜日までここスポーツオーソリティ幕張新都心店でですね、鎌倉天幕の展示販売会を行います。鎌倉天幕っていうのはですね、株式会社ニューテックジャパンが自社商品として展開しているブランドになります。はい、でこの株式会社ニューテックジャパンなんですけれども、実はいろんな昔からですね、いろんなアウトドアブランドの OEM 生産をしていたメーカーとなります。多分聞いたことがあるであろう有名なメーカーさんの OEM 生産を製業としてやっていたメーカーなんですけれども、そこがですね、実は自分たちがちょっと欲しいものがなかなか見つからないんだよねっていうふうに、どうやらある日お客様から言われたみたいですね。それでじゃあ今まで OEM 生産で自分たちが培ってきた技術力とか発想力ですね、ここをですね、今度は自分たちの本当に欲しいものを作るために使おうと思って作り出されたのが鎌倉天幕となっております。はい、では第1回目はですね、こちら鎌倉天幕を代表するですね、多目的シェルター、ハイドアウト02という商品をちょっと紹介させていただきたいなと思います。はい、まあなんといってもこれちょっと見てください。これとにかく大きいし、形がまあかっこいい、なかなかない形となっております。はい、でこれはですね、多目的シェルター、まあ基本的にはシェルターというような形になるんですけど、もちろん多目的と名前がつきますので、オープンタープとしても利用ができますし、インナーテント、まあ、別売りになるんですけども、そちらをご用意いただければテントとしても使えると、もう本当にいろんな使い方ができるっていうのが、魅力なのかなと思います。でですね、実は設営もこれだけ大きいんですけど、めちゃくちゃ簡単にできます。はい、なので、初心者の方でも全然簡単に建てられるんじゃないかなと思っております。はい、今この形はですね、ちょっとオープンタープに近づけたような形で設営しております。メインとなるポールはこちらですね、こことここの、2本がメインポールとなっております。はい、でこのポールもですね、実はですね、ダックポールっていうのを DAC ポールですねを採用しております。この DAC っていうのは、まあキャンプをやられてる方はですね、おって思う方がほとんどなんじゃないかなと思うんですけど、まあすごく有名な、ポールですね。まあとにかくクオリティが非常に高いポールとなっております。はい、で見ての通りですね、このラチェット式ボタンで高さ調節が自由にできるんですけれども、これのすごくいいところはですね、ここ見てください、下側にもラチェット式のボタンがあります。なのでやっぱり普通はですね、ポールの高さ調節をしようとすると、まあ一回ポールを抜いてとかっていうような作業になるのでちょっと大変なんですけど、これの場合ここの部分を上げ下げするだけで高さ調節ができるので、まあもちろんここでもいいんですけど、下側にあるっていうのがめちゃくちゃいいところですね。下にあることによってすごく作業がしやすいというところで、これはですね、なかなか他にはない、ポールとなっております。はい、でですね、こちらちょっと幕の方もぜひ見ていきたいなと思うんですけれども、この幕はですね、ポリエステルで作られております。で、実はこれリップストップの生地となっております。でこのリップストップって何って何ぞやって思うと思うんですけれども、リップストップっていうのは簡単に言うと、パラシュートで使われるような生地となっております。でパラシュートってもう穴が開いたりとか、そこから穴が広がるともう命の危険につながるので、まあとにかく生地がすごい丈夫にできてるんですけど、それをキャンプ用のシェルターの生地に使ってしまってるというので、まあとにかく丈夫。ここもですね、ちょっとよく見てみてください。
すごくこだわり抜いたポイントになってますので、ここはですねどういう箇所かっていうと、ここにロープをつけてピーッとロープを本来であれば飛ばす形になっております。なのでここはすごく負担がかかる箇所になるんですね。なのでこのグレーのところがちょっとまあ見るからに補強されてるわけなんですけど、これもですね実はヨットで使われるような補修生地を使われております。なのでこれも一緒ですね、ヨットももう簡単に壊れてはちょっと困るものなんで、それをキャンプ用に使ってしまっていると。だまあ本当に至るところがこだわり抜いたような生地となっております。こちらちょっとよく見てみると内側にこういったベルトがあります。はい、これなんだって思うと思うんですけれども、これめちゃくちゃすごいです。これ他にはなかなかないものなんですけど、これですね実はポールの高さをちょっと下げてあげます。下げてあげるとこの生地全体が下にもちろん下がりますよね。下に下がった時にここをグッとペグで止めてあげます。はい、まあイメージちょっとやってみるとこういう感じになりますね。はい、でこういう風に止めてあげ、ここを止めてあげて、ここももちろん止めます。これちょっと見ていくと、見たことないですかっていうこの状態のこと、ツールームでいうスカートですね、スカートの部分が作り出せるんですよ。これめちゃくちゃすごくないですかっていう、この生地自体のさっきのポールなんで、じゃあラチェット式のボタンがついててポールの高さ調節ができるようになってるのって、これ答えはこれです。要はポールの高さを変えて生地全体を下げることによってここをペグで止めることができます。そうすることによって生地自体がビタッと地面につくのでスカート仕様にできるというような形ですね。これはなかなか他のメーカーではちょっと作ってないような構造となってますので、もうこれは鎌倉天幕の特徴の一つとなっております。でですね、まあこのようにですね形をすごく自由に変えることができます。はい、今これはオープンタープみたいな仕様になってるんですけれども、こちらちょっと奥の方を見てみてください。こちら中の方を見ていただくと、この辺はメッシュ生地がはめられてますね。はい、なのでこういう風にですねシェルターとしての使用ももちろん可能でございます。でですね、またちょっとこちらですね、別売りのインナーテントをこういう風につけることが可能です。で今こっち側についてるんですけど、反対側にもつけることが可能ですので、インナーテント自体は2個つけられるような仕様となっております。でこうすることによってテントになりますよというような形ですね。で、インナーテントのサイズなんですけれども、まあこのような形のサイズとなってますので、ちょっと開けますね。はい、インナーテントはですねこのような形となっております。まあ横長な形となってますので、大人が寝るとすると、まあこう横に大人2人で荷物がここに置けるかなみたいな感じですかね。お子さんであればもしかしたら 1,2,3,4 人ぐらいは入るのかもしれないですけれども、まあそういったサイズ感となっております。はい、でこっち側ですね、こっち側と手前、ここがメッシュとなっております。生地はポリエステルになりますね。はい、これがこっち側と反対側にもつけることができますし、もちろんシェルターなのでこっち側にコットを敷いてコットで寝ることもできますので、大人数に対応することが可能となっております。そしてですね、こちらハイドアウト02というモデルなんですけれども、一応メーカーからは3タイプ展開がございます。1つ目がですね、この生地だけの、タイプとなっております。先ほど紹介した DAC ポールを使わないと立てられないっていうものではないです。実は、
お持ちの、ポールがあれば実はこれ立てられるんですね。ただちょっと注意点としてですね、こちらポールの先端にですねこういうちょっと丸いボールがついてます。これをつけてあげないとこの長さが直接生地にドカーンといくので破ける可能性があるので、これをつけてあげてポールの長さを短く、先端の部分ですねを短くしてあげてつけるというような形になりますので、ちょっとそこだけご注意ください。なので、ポールをもう持ってますよっていう方はですね、生地だけご購入いただいてこういうふうにお持ちのポールで設営することも可能となっております。ただこのハイダート02特徴、最大の特徴を先ほどお話ししましたがマットスカート仕様とちょっとメーカーは言うんですけれども、ではポールの高さを変えるだけでスカート生地が生まれますというような最大の素晴らしい特徴がありますので、それを簡単にやるためにはやはりこの DAC ポール、このラチェット式、これで高さ調節が簡単にできますよっていうのはすごく魅力かなと思いますし、この DAC ポールは実は世界1位のポールメーカーになりますので、かなり技術が備わっております。でこの DAC ポールを付属したタイプっていうのがございます。それが2つ目ですね。最後3つ目はですねこちらです。こちらのポールを使ったモデルとなっております。これさっきの DAC ポールと何が違うんだと思う方多くいらっしゃると思うんですけれども、じゃあ答えをご説明差し上げます。ドドン、見てください。メイドインジャパンと書かれております。はい、先ほどの DAC ポールはですね海外製のポールですねになるんですけれども、やはり昨今ですね、ちょっとやっぱりコストが非常にかかったりするのでなかなかですね供給が安定されないんですね。そこでですねちょっと DAC ポールと同じクオリティで日本国内で生産できないかっていうような形で、鎌倉天幕は考えたみたいでですね、 UACJ という会社ですね、日本国内ではアルミの加工技術っていうんですかね、では、日本トップの会社でですね世界でも第4位の技術を誇ったそんな会社なんですけれども、この UACJ と鎌倉天幕がコラボレーションしましてですね、これ開発に2年かかってるみたいなんですけれども、先ほどの DAC ポールと全く同じクオリティでメイドインジャパンでできたと、それがこのポールでございます。もちろん先端こういった形でラチェット式となっておりますし、ポールの足ですね、足の方もこちらラチェット式のボタンがついております。これで高さ調節が簡単にできるというポールですし、安心の日本製で、しかも日本国内のメーカーが作ったポールとなっておりますので、これもまたですね非常にクオリティの高い日本製メイドインジャパンのアルミのポールとなっております。コティというモデルなんですけれども、メーカーは普段はですね抽選販売というような形で販売されてるんですけれども、今回のイベントですねなんと特別です。イベント限定でこちら店頭で販売させていただきます。これはですねちょっとメーカー様のご協力をいただいてですね、もう本当にこんなことないんですけど、特別に今回だけ店頭でご購入いただけるということです。ただですね数にはどうしてもちょっと限りがあるので、在庫がなくなってしまった場合はごめんなさい、ちょっと、また抽選の方でというような形になってしまうんですけれども、なんでめちゃくちゃこれは急いだ方がいいです。ちょっとでも気になる方はですね、ぜひちょっとお店に来ていただいて在庫があるうちになるべくご購入いただきたいと思います。というわけでですね、今日はですね第1回目ということで、鎌倉天幕を代表する、多目的シェルターのハイドアウト02というモデルを、ご紹介させていただきました。
特徴はですね、やはり、とにかく設営が簡単で、大型なので大人数に、使えると。でいろんな立て方ができるので、いろんな使い方ができます。オープンタープであったり、シェルターテントとしてお使いいただける。でまたいろんなスタイルをポールを組み合わせて使えるというようなところですね、がすごく特徴です。でディテールの部分、細かいところにかなりのこだわりを持っていらっしゃいます。先ほどの生地の部分であったりとか、スカートにもなりますよとか、ポール一つとってもめちゃくちゃこだわってるので、このこだわりにこだわり抜いたハイドアウト02ですね、ぜひですねこれちょっとお店に来て実際の実物を見ていただきたいなと思いますので、ぜひですね、こちら6月8日から23日までの期間にですね、まあ、彼新都心店に足を運んでいただければなと思います。はい、ではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。